おはようございます。8月17日朝8時17分になりました。突然ですけどね、今日から Vlog を始めたいと思います。実は今これ撮ってる ZV-1 なんですけども、 ZV-1 を買った時にね、せっかくなので Vlog カムっていうぐらいですから Vlog を始めてみようかなと思ってたんですね。で、僕の好きな YouTuber さんにドリキンさんっていう方がおいでて、で毎日毎日 Vlog を上げてるんですけれども、まあそこまではとてもじゃないけど毎日更新っていうのはできないなとは思うんですけれども、普段ね、やってる、商品レビューとか、あるいは旅動画ですね、一本で完結する動画っていうのもいいんですが、それ以外に、まあ、一本の作品とまではいかないけれども、普段感じたこととか、お伝えしたいことなんかを発信できる場が欲しいなと思ってたんですね。で、ZV-1 を購入した時に、そういう Vlog を撮り始めようと思っていたんですけれども、なかなか難しくて、で始めるタイミングもなくて、で伸び伸びになっていたんですけれども、ちょうど今日ね、お盆休みが明けて最初の月曜日ということで、まあ、日常に戻るタイミングですので、ここで始めようかなと思って今撮り始めています。で、まあ日常のね、ちょっとした出来事とか、あるいは体験したこと、思ったこと、考えたことなんかを、まあ、切り取って動画にできたらなと思ってるんですけれども、ひょっとすると、その僕が何気なく発信したことが誰かの役に立つかもしれないなと思いますし、何かを発信することで、いや、それはこうなんだよっていう情報を逆にフィードバックしてもらえるかもしれないなっていうのも、一つ思っています。はい。まあ、そんなこんなでね、まあ、ゆるーく、続けていきたいなと思っているんですが、もう、最初に言っておきますけども、毎日はちょっと無理ですね。なので、まあ、時々日常を切り取った動画をゆるーくね、上げていきたいなと思っております。ということでですね、今日まず何をやろうかなと思ってたんですが、さっきも言ったように月曜日の朝なんですよね。で、月曜日の朝、僕は、もう何年になるかな、もうかなり長く続けてるんですけれども、一つ習慣がありまして、それはですね、ここの書斎のですね、机の掃除ですね。で、天板の上から物を片付けて、水拭き、雑巾掛けをするっていうのを、もうここ数年来、習慣にしています。ね、まあ本当は毎日やったらいいと思うんですけれども、僕は片付けが苦手で、1週間経つとどんどん物が増えてくるんですね。で、ちょっとお見せしたいと思うんですが、土曜日の夜にね、YouTube ライブをやったので、左の方にね、そのメインカメラの ZV-1 配置したままで、こんな感じでごちゃごちゃしてます。毎週月曜日ね、こういう感じなんですけれども、これを1週間に一度ですが、片付けて、強制的に片付けて、雑巾掛けすることで、まあなんとかね、1週間、気持ちよく過ごすことができると。そういう習慣をもう数年続けております。はい、ということで、今からね、片付けを始めたいと思います。はい、一応ね、机の上の水拭きは終わりました。はい、こんな感じでね、
全部片付きました。で iMac の画面と iPad の画面も磨いてね、布で拭いてきれいにしています。特にね iPad はもうすぐにね指紋で汚れてしまいますので入念に拭いております。はい、で机の上はきれいになったんですけれども、あと Mac の画面上ですね、デスクトップ上に置いてある、編集で使ったフォルダー、これをバックアップ用のハードディスクの方に落として、画面も整理すると。それをやって月曜日朝恒例の机の掃除の終了です。かなりね大きなフォルダーなので、移し替えるのに約20分かかるみたいですね。まあ時間はかかるんですけれども、毎週これをねやることで僕みたいな片付けが苦手な人間でもある程度机の上をきれいに保つことができています。僕も昔は机の上がこうごちゃごちゃと物が積み上がって、どこに何があるのかわからない、そういうタイプの人間で、でしかも、この範囲だけで仕事をするっていうようなタイプだったんですが、このね1週間に1回机の上を片付けるっていうことをやり始めて、それが解消できましたので、もしよろしかったらね、机の上がすぐに山積みになってしまうっていう方、ちょっとやってみたらいかがかなと思います。はい、第1回目の Vlog はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。